光り輝く階段を登り始めた鈴子。だけど困難はたくさんあって、ブギウギ。鈴子が歌う東京ブギウギは大盛況で、これからさらに彼女の名前は日本全国に轟いていくのでしょう。それはたくさんの人の助けがあったから。作曲してくれた羽鳥はもちろん、マネージャーの山下、ステージを用意してくれたたくさんのスタッフの人たち、そして茨田律子。鈴子を助けてくれる人たちはこれからもっと増えていって、鈴子はもっと高いところへ行くのでしょう。しかしその道にはまたたくさんの困難もあって、第20週ワテカテ必死や第92話のお話は、昭和23年に羽鳥善一が鈴子へ送った東京ブギウギは、その明るいブギのリズムで人々の心を捉え、未曾有のヒットを記録します。山下はブギの女王鈴子の次なるステップの重要性を感じていましたが、羽鳥は忙しさにかまけて新たな楽曲の制作に手がつけられずにいました。ある日、鈴子は芸能ジャーナリストの鮫島にインタビューを受けることになります。しかしこのインタビューが原因で、鈴子は予想もしない大問題に巻き込まれてしまうのです。子育てをしながらステージに立つ鈴子を、新しい女性の生き方と言い、有楽町界隈の外相たちへの意見を求めた。当時彼女たちはパンパンガールと呼ばれ、社会問題となっていましたが、鈴子は生きるためにしていることを他人がとやかく言えまへんと言っただけだったのだが、第92話はこのようなお話になるようです。今も昔も人気のある芸能人はとにかく忙しいし、あらゆるメディアに登場しますね。鈴子の時代は新聞や雑誌、ラジオくらいでしょうか。だから集中して露出するのかもしれません。現在は流行りの芸能人がいても、自分の好きな動画をスマホで見たり、多くのテレビ番組、SNS、さらに昔からある新聞、雑誌、ラジオもあるので、一人の人が集中して見られる、知られるのは、昔の方がすごかったのかも。羽鳥の方も作曲家というのは現在よりは少なく、現在では AI が作曲してくれる時代になり、素人作曲家が簡単に生まれています。鈴子や羽鳥の忙しさは現代より上だったかもしれませんね。そして鈴子は生きるためにといったコメントが、ワテがパンパンを守るなんて書かれたことから騒動に発展しそうです。マスコミのデタラメは今も昔も変わらない。第91話でようやく東京ブギウギの発表の日を迎えました。愛子を連れて稽古場に通い、この日のために頑張ってきた鈴子。羽鳥は本当にいい歌を作ってくれて、彼女の心は踊っています。まさか、茨田律子が手助けしてくれるとは思いませんでした。感謝しなさい。青森の人間は情が深いのよ。自分でもそう言っていたように、彼女は心優しい人なのでしょう。稽古場に子供を連れて行くことを反対される中、ただ一人鈴子を助けてくれた。愛子は稽古場でもよく泣き出し、その度に
稽古が中断してしまいます。他の皆は彼女の勝手な振る舞いに不満を感じ始めていました。スズ子は自分がもらい子だったことで子供と離れたくない気持ちが強い。愛子が昔の自分のように思えるのかもしれませんね。しかし、たびたび稽古が中断すれば、集中力が落ちてしまいます。東京ブギウギはヒット作の予感がするだけに、皆が期待を寄せていました。自分勝手なんだよ、スターさんは。直接不満は言いませんが、大声で噂する人もいたり、皆の反発が大きくなっていた時だけに、律子の登場に救われました。彼女はいつもクールで毒舌ですが、いつも鈴子を見守ってくれています。歌に真摯に向き合う者同士、鈴子と律子はライバルで戦友なのでしょう。仲良しというわけではないけれど、互いに信頼し合っています。大の大人が眼首揃えて赤ちゃん一人にみっともない。貫禄というのか、鶴の一声というのか、律子に言われると皆黙ってしまいます。鈴子にはいつも毒舌ですが、彼女はとても頼りになる人でした。そんな彼女にもただ一つ後ろめたいことがあります。歌うために我が子を育てられなかったこと。鈴子は歌いながら子育てもしています。彼女にできなかったことを鈴子は何とかやろうとしている。律子はそれがどんなに大変なことかよくわかるのでしょう。彼女が鈴子を手助けするのは我が子への償いの気持ちもあるのかも。しかし毒舌なところは相変わらずでしたね。とにかく律子のおかげで稽古は無事続けられることになりました。東京ブギウギは鈴子にとって生きていくために必要な歌です。羽鳥は彼女だけではなく戦後の日本の復興を願い、この歌を作曲しました。愛助の死を乗り越え、愛子と生きていく。東京ブギウギを歌うことで、彼女は本当の意味で立ち上がることができる。子連れでの稽古がいい加減に見えても、鈴子がこの歌にかける思いはとても強い。東京ブギウギは、決意表明の歌。そう彼女は言っていましたね。愛助を失った悲しみを振り切って、愛子と共に生きていくために。今は鈴子のターニングポイントなのかも。生きていくためには、今を頑張るしかないのだから。1948年、昭和23年1月。鈴子はワンマンショーの初日の日を迎えます。ここから全国に東京ブギウギが広まるのですね。愛助も東京ブギウギの舞台を天国で見守っているのでしょう。鈴子が愛助の遺影に向かい話しかけるのがとても感慨深かったです。愛助さん、天国から見ててや。彼女は凛とした様子で静かに思いをかみしめているようでした。舞台での明るい彼女とは対照的でとても印象深いシーンです。鈴子のモデル笠木静子さんの姿が重なりました。そしてドラマは冒頭の場面に戻ります。ブギウギの第1回は東京ブギウギ初披露の日でした。あの場面は様々な経験をした鈴子が
生まれ変わる瞬間だったのですね。朝一の大吉さんは NHK のオンデマンドでもう一度第一回を見直したそうです。第一回と今回の第91回の放送は少しだけ違っていたよう。大吉さんは再度撮り直したのではとおっしゃっていました。愛助は生前、福来スズ子が日程の舞台に戻ってきたいうだけでみんな感動するはずやと言っていましたね。観客は日程の舞台に帰ってきた彼女を楽しみに待っています。愛子を律子に預け、颯爽と舞台に向かうスズ子。彼女は愛助と過ごした日々を思い出していました。過去の思い出を大切にしつつ、彼女は未来に羽ばたいていくのでしょう。舞台を所狭しと動きながら歌い踊るスズ子。東京ブギウギで観客は皆ズキズキワクワクして大盛況でした。ところで久しぶりに登場した太鼓が何か悲しそうだったのが気がかりです。スズ子が靴磨きの少年と話しているのを彼女はそっと見ていましたね。声をかけることもなかったのは何か事情がありそうでした。好きな人の子供を授かり、東京で一緒に暮らすと言っていた。太鼓は戦争で夫を亡くしたのでしょうか。スズ子は彼女と近々再開することになりそうです。最後までご視聴いただきありがとうございました。